ああ、疲れたな、今日は。なるほどくん、ダメだよ、くつろいじゃ。ねえねえ、ニボサブさん大丈夫？とりあえず、今日の法廷で話に出た人たち次第かな。監督とプロデューサー？あと、小学生の少年何か知ってそうやんな。じゃあ、こんなところにいないで撮影所に行こうよ。では、撮影所に行きましょうか。誰もいないよ。おばちゃん捕まっちゃったからね。誰か代わりの人がいなくていいのかな？あ、詰め所の中におばちゃんの羊羹があるよ。おばちゃん捕まっちゃったよな。そんな目で見なくても。よかったよね。ここでややこしいやりとりしなくて済むやん。おや、今日はスイッチが入っていないみたいだ。え、そんなんいいの？特に、何もないかしらな。んなら、スタッフエリアから見よっか。あれ、あそこにいるの、スタッフの子だよ。おーい。あ、あなたたち、ニボサブさんの弁護士さん。あ、子供が入ってくる排水口が塞がれてる。聞きましたよ。大活躍だったそうですね。いや、ははは。でも、警備員のおばちゃん捕まっちゃったんですって？いや、さっきおばちゃんから電話があったんです。とりあえず、あの排水口の穴を塞いでおけって。まあ、そこの、ものすごく不器用だな。え、この人ってさ、あれじゃないの？何のスタッフ？大道具さんとかじゃないの？あの私、ちょっと手作業は苦手なんです。でも大道具や小道具の手入れとかしてるんでしょ？はい。でも手入れする前よりもひどくなったりすることが。まあまあ気にしない気にしない。そんなこともあるって。そうですよね。私気にしません。気にした方がいいと思うけどね。私これからおばちゃんの代わりに詰め所に入らなくちゃなりませんので、大変やな、スタッフ。警備もすんの？そうなんだ、じゃあね。はい、では頑張ってください。手先が不器用っていうのがなんか、今後にかかってきそうやな。これ何？段ボール？今日の裁判で言ってた小学生の男の子って、この排水口から入ってきたんだよね。らしいな。大慌てで塞いだってわけか。開けといてさ、男の子出てきたところを直撃じゃない？ねえねえ、なるほどくん。あの穴を塞がれちゃったら、その子もう入れないんだよね。まあ、そのために塞いだんだから、あ、私と同じこと考えてるかも。なんかその、あ、そっちか。その子かわいそうだよね。じゃあ、またぶっ壊しておこうか。え、いいの？なるほどくん。いや、私は、ここから入ってきた子に話聞きたいからぶっ壊すよ。仕方ないな。じゃあ、壊していいよ。そう、あくまでも、私の権限じゃないからな。迷いちゃんがやりましたっていうことにするから。わあ、なるほどくん、いい人。そうかな。ふう、これで子供たちも大喜びだね。やれやれ。よし、これで来るやろ。大丈夫大丈夫。これ大事なことやと思うよ。書きかけの書き割りが立ててある。ネオ・エド・シティの城ということは、おそらくネオ・エド城とでも言うのだろう。こんなちっちゃいの？てか、こっち側ってさ、あれなんかな？見れたんかな？じゃ、あれ？見れない。あ、こうやって見れたんや。まあ、これ最初来た時も見れたんかな？もしかして。なんてこった。おー、煮干しさんの楽屋もまた入れたけど、特に、めぼしいものは？どうも。やっぱりその格好じゃ似合わないね。
やっぱりダメですか。ミリタリールックのベストを着ているので、あるいはと思ったんですけど。いやいや、あれ話す。撮影所について。どう？撮影所の方は。警察の人がうろうろして大変ですよ。現場保存とか言って掃除もさせてくれないんです。おかげで事件の日のお昼ご飯の後片付けもできなくて。ああ、スタッフエリアにあったあの骨の乗った皿？ええ、迷惑な話ですよね。虫湧いちゃうよね。ここにはよく子供たちが入り込んだりするの。数は多くないんですけどね。よく見かける子はいますよ。カメラなんか持って撮影風景を覗いているんですよ。警備員のおばちゃんも目を光らせているんですけど、やっぱり子供の行動力にはちょっと。今日裁判所で聞いたんだけど、事件当日ここには監督やプロデューサーもいたって。すいません、私は大道具倉庫の方にいたので見てはいないんですけど、どうもいたみたいですね。撮影所長から口止めされていたので。やっぱり監督さんをかばったってわけ？監督っていうかプロデューサーの方かな。なんかすごいやり手のプロデューサーなんですよ。ほとんど潰れかけてたこの撮影所を立て直しちゃって、この撮影所にとっては神様みたいな人らしいです。プロデューサーか。なんか怪しい匂いがしちゃうよな。神様とまで呼ばれてるなんて。あ、今日は糸の子デカさんいないね。今日の裁判大騒ぎだったからきっとやな。今からやらないかんこといっぱいあるからな。事情聴取が済んでない人がいっぱいいるって話やもんね。ねえねえ、なるほどくん。今日の裁判で言ってた第二スタジオって、あの木が倒れてる道の方に行くとあるんだよね。そんなこと言ってたっけね。監督さんたち今日もいるかもしれないよ。でもさ、監督たち全然事情聴取できてないから、早急に行うみたいなことさ、三つるぎくん言ってたやんな。ほんで待て、一応ね。え？あかんの？ああ、調べれるわ。一応ね、新たな発見があるかもしれんからね。第一スタジオもう一回見てみたけど、特に何も変わりないので、第二スタジオ、ああ、間違えた！第二スタジオに行きたいの！これ。あ、ここも食事がそのまま。嫌やなー。てか、屋外で食べるってすごいよな。雨降ったらどうすんのやろ。誰もいないか。なるほどくん、今の音何？コテージの中から聞こえてきたみたいだけど、中に誰かいるみたいだね。すみません。返事がないぞ。怪しいよ、なるほどくん。よし、入ってみよう。怒られないかな。あれ？鍵がかかってるよ。鍵は？そりゃまあ、正門前の警備員の詰め所にあるんじゃないか？調査のためだよ。借りてこよう。一人で行った方が良くない？これ。って、私は思うんやけど。一人がさ、人が出てこないか見張って、もう一人が鍵借りてがいいと思うんですけど。あれ？調べるでいいの？あ、コテージの鍵を借りたいんだけど、今は無理！あら！ちょっと待って。そうなん？すいません、ちょっと勢い余ってね。第二スタジオからいきなり離れてしまったんですけど、ちょっと、調べよう。これセットじゃないよな。多分人が普通に休憩するスペースやんな。すごいな。ここで休憩ができて、ここでご飯も食べられて、みたいな話。特にここ調べてみたけど、気になるところはないんですが、まあ、唯一あるとすれば、まよいちゃんがここ調べたときに、二人で食事をした後らしい。皿の上には何も残っていない。
この人たちも食べたんだね。骨付きステーキ。で、なんかちょっと変だな。違和感っていうの？なんだろうこの感じらしいんですけど、いや、私からしたら、なんで皿の上に骨乗ってないのに、骨残ってないのに、迷いちゃんはこれを見て、骨付きステーキって思ったのかが、私にはわからない。怪しいな。なんでわかったん？え？なんだ君たちは？なんじゃお前は？あなた誰ですか？なんかすごく怪しいんですけど。失敬だな、ど。宇宰拓也を知らないのかよ。監督、これ監督？監督だぞ。殿様は僕が作ってるんだぞ、バック。そうなんですか？でもさやな、こういうちょっと子供みたいな感性を持っているから、子供たちに受ける番組が作れるんかもな。すみません。なんかその、怪しく見えちゃって、いや、いいんだけどさ、別に。かっこ笑い。何ですか？よく見ると、あなた。いいね。実にいいよ。僕的にはヒットかな、そのコスチューム。何を垂らしてるんですか？何を？なんか、うおー、みなぎってきたぞー。創作意欲が、エナジーが。そうだ、姫様。殿様の続編をやろう。小江戸剣士、姫様。姫様。なんで小江戸なのよ。大江戸戦士殿様よりスケールダウンしてるじゃない。本気になるなよ。それ、裏江戸、大江戸じゃなくて裏江戸にしたらええやん。ちょうどよくない？裏江戸ぐらいが。事件当日のこと聞かせてほしいんですけど。ああ、君か。おばちゃんから僕らのこと聞き出したの。ええ。あの日はさ、午前中はアクションの打ち合わせ。で、正午から第二スタジオのコテージで会議。もう忙しくて昼飯も食えなかったよ。え？骨付きステーキですか？ゲッチュ、その通り。なるほどくん、ゲッチュって何？知らない。とにかく正午から4時過ぎまでずっと会議。プロデューサーやテレビ局のお偉いさんとさ。胃袋さんが死んだのは午後2時30分。今の話が本当ならアリバイ成立だな。まあ、その辺ちょっと聞きたいよな、ちゃんとな。一緒に会議をしていたプロデューサーですけど。ああ、姫神さくらのこと？あの人は天才だよ。すごく怖いけど。潰れかけたこのスタジオを見事に立て直したって。僕に殿様を作るチャンスをくれた大恩人。事件があった日は一緒に会議をしていたんですよね。正午から4時までずっと一緒だったよ。お偉いさんって？お偉いさんというのはどういう人たちですか？制作局の部長やスポンサー、それにプロダクションの人かな。彼らはみんなでリムジンに乗って正午前にここへ来たんだ。緊張したよな。その人たちとはずっと一緒だったんですか？まあね、みんな白髪混じりのじいさん連中だよ。信用できる証人たちみたいだな。その辺はね、調べればすぐわかるもんね。特に突きつけるもんないかな。こんなん見せてみる？煮干しだろこれ。なんでわかるんですか？だってほら、足引きず、え？足を引きずってる？監督知ってんの？怪我。でもこの人に特に突きつけるものはないかな。こうなってくるとですね、プロデューサーにも出会いたいところでございますわな。あ、おばちゃん！
あんたたちまた来たのかい？え？出てきた？人お化けみたいに言うんじゃないよ。あの、ずいぶん早いお帰りでしたね。あれから警察に連れて行かれてさ、連中殿様の着ぐるみのスペア引っ張り出してきて、着ろって言うわけよ、その着ぐるみを。そんなもん着られるわけないでしょうが。煮干しさん、180センチはありますからね。着られないって分かったら帰っていいって。そりゃそうか、犯人じゃなくなるからな。とにかく、おばちゃん、この恨みは一生忘れないかんね。もう口も聞かないんだから。散々喋ってるくせに。今からだよ。はい、用意スタート。もうこれで、口聞いてくれへんのかな。ファンの子供のことなんですけど、おばちゃんが見た子供のことなんですけど、あ、喋ってるわ。今度見かけたらはっ倒す。なるほどくん、本気だよ。事件当日、ここにいた監督さんたちのことですけど、監督とプロデューサーも言っちゃうの。わかんな。もう話が通じないでござる。あ、鍵くれ、鍵。鍵貸してよ。あ、無理なんや。おばちゃんもどかさないかんのか、こっから。誰もいない状態で調べないかん感じか。あ？あれ？あ、排水口から入ってきやがった。ちょっと待ってよ。やれやれ、あの排水口から入ってきたらしいな。ねえねえ、僕、お名前は何でちか？子供じゃねえんだ。舐めた口叩くんじゃねえよ。何よ、あんたまだ子供じゃない。大人に向かってその口の利き方は、なーにが大人だよ。狂ったファッションセンスしやがって。狂った。ただのコスプレやからな、これ。はために見たら。でも、あれやで、このぐらいの子ってさ、子供扱いするより大人っぽく扱う方が言うこと聞くで。俺は、キュータだ。大滝キュータ。今度僕なんて言ったら、切り捨ててやるからな。かわいい。話す。君、殿様が好きなのかい？気安く殿様の名前を口にするな。何言ってるのよ。殿様は私の味方だよ。バカ言ってんじゃねえよ。じゃあじゃあ、第8話に出てきた茶屋の主人の最後のセリフは？知ってら、ポテトもいかがですか？やるわね。何やってるんだよ。すごいな。それもう、めちゃくちゃ印象深い話なんやろな。第8話はそれ。なあ君、ここで事件があったの知ってるかい？その日もいたんでしょ、ここに。何か気づいたこととか。殿様は、殿様は誰にも絶対ま、なんかさ、この子見てそうなんよな、現場を。ほら、俺全部見てたんだ。でもな、お前らなんかに教えてやるもんか。あ、待って、話せよ。あ、行っちゃった？あらー。あれ？逃げるときにぶつかったテーブルから何か転がり落ちたよ。瓶か。なんでこんなものがテーブルに？睡眠薬な。これ私もちょっと思ってたんよな。その、なんで撮影というかその本番前に煮干しさんが楽屋で寝てたんやって話が裁判であったやんか。なんか怪しいよな。ところであの子何か言ってたよな。全部見てたんだって。で、殿様は負けないって言ってたから、まあそれだけ聞く限りだと、殿様の着ぐるみ着たまんま犯人は、やったんかな？あれ、おばちゃんがいないよ。やった。え、こらー。あれ、おばちゃんの声。またんか、こらー。あー、あ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 、なるほどね。は
排水溝から出て行った少年を追いかけてんねや。次見つけたらハッタ押すって出たもんな。あ、転んだ。迷いちゃんとても嬉しそうだ。だな、ああいうおばちゃんはさ、はために見てると面白いねんけど、身内とか周りにおったらもうバチクソっとしような。よし、じゃあ今のうちに鍵を拝借。これだよ、なるほどくん。コテージの鍵って書いてある。あの第二スタジオにあったコテージの。もちろん借りるよね、なるほどくん。よし。そうか、そこでそうやってちゃんと繋がるようになってんねんな。これね。これで、これね。さっき詰所から借りてきた鍵、使えるかな？開いた。よし、行くよ、なるほどくん。やる気満々だな。でもどうなんやろう。中からは開けられるやろうからな。あ、でもそうか、中から開けれても外から鍵閉め直すことできへんから。中で動く誰かがいるなら、出て行ってはいないってことか、まだ。固定じゃない。あ。何？ダイナマイト侍。武士不死。え？これもしかしてプロデューサー？わあ！びっくりした！誰？え、あたしたち、ニボサブさんの弁護士ですけど。そう。あなたは？姫神、プロデューサーの。すらりとした綺麗な人だな。やりにくいこのタイプ。このタイプ苦手。事件当日のことなんですけど、姫神さん？台本。はい？台本探してるの。台本ですか？殿様の第13話。今読みたいの。事件があった日のこと聞きたいんですけど、私は台本を読みたいの。まあ、台本、確か第一スタジオにあったよね。これ何聞いてもあかんかな？殿様について話が聞きたいんですけど、姫神さん？テレビやってるわ、毎週。言うべきことは全部、そこで言ってるから。なるほどくん、テレビ見ろって。監督、うざいさんでしたっけ？彼はどう言う？言わなかったかしら。あたくし、今、台本を探しているの。他のことには興味がないわ。まあいい、台本はね、確か、ちょっと。何ですか？うざいに会ったらこれ渡しておいて。なんで私たちがそんなことを。やだこの人。わかりました。見かけたら渡しておきます。第13話の台本を持ってきてちょうだい。あのさ、第一スタジオのさ、監督の椅子の上に置いてあったあれではないの？うざいさんに話聞かないと、あれをそれやとは認めないみたいなことかな？殿様で使うセットのデザインを決めているようだ。セットを組む予算なんかもメモされてる。お金かかるやろな、セットは。武士かな？武士説じゃなくて。あ、胃袋さん？え、これ、胃袋さんなん？この、もちろん主演が、あれでしょ？ポスターになってるでしょ？自慢の喉で大スターにのし上がる武士の話だよ。胃袋さん歌もうまかったからね。スターにのし上がる話なのに、なんで時代が室町なんだよ。なんかこの髪型とかメイクで、随分変わる人なんかな？胃袋さんって。武者震いの夏。え、これも胃袋さんや。これまた随分古いポスターだな。ああ、これ懐かしいな。
誰にでもあるひと夏のロマンスがテーマなんだよね。テーマはともかく、それがなんで侍に馬なんだよ。いや、映画な別にな。江戸時代にだってひと夏のロマンスはあったやろうに。古びたポスターだ。ダイナマイト侍。主演、これも胃袋さんか。被害者の胃袋さん、昔はすごかったんだな。ねえ。あ、ゴミ箱は調べようね。ないんか。やっぱ探偵物しかり、ドラクエしかり、ゴミ箱や壺は調べるべきでしょ。あとは無理かな。この辺は。あ、ここで会議してたんか。お偉いさん方とね。まあ今とりあえず。とりあえず。うざいさんやな。じゃあうざいさんに突きつけましょうか。あ、そうだ、プロデューサーから預かったんですけど。え、13話の台本を持ってこい。そういえばどこにやったかな。どこかで忘れてきたみたいだよ。どうしよう、また怒鳴られる。なるほどくん、監督さんが行きそうなところ探した方が早いよ。あんだ、やっぱこれはあれやな。フラグやな。これの、これ。あ、これ。監督さんが座るやつだよね。あれ、そっちじゃなくて、ああ、そうやな。その椅子のあたり調べてみてよ。さっき監督が言ってたろ？どこかに台本置き忘れてきたって。これか。やっぱりね。これでプロデューサーが口を聞いてくれるかしら。じゃ、ここで、突きつけましょう。ほらよ。持ってきましたよ。はい、台本です。そう。台本を姫神さんに渡した。あ、おしまいですか、それで。静かに。今、台本を読んでるから。ちょっといい加減にしてください。何様のつもりですか？私たちは、煮干しの弁護士？はい。疑ってるの？私を。あ、いえ、そういうわけじゃ。疑ってる云々じゃなくって、犯人に目星をつけるために、当日あったことを聞きたいだけやのにね。事件のあった日のことだったかしら。はい、聞かせてください。正午からここで会議があったのは知ってるわね。はい、監督とかテレビ局の人たちと一緒に。そう、じゃあよく聞きなさい。あの日の午後、このコテージにいた人間は、誰も第一スタジオに行くことは不可能だったの。なぜですか？道が塞がってたから。道が？え？なんでこれ？まあ、あれや、あなたはなんちゃら天狗くんの首がすっぽ抜けてたからやんな。興味ないんですってよ。興味ないかもしれませんが、全部見ていただきますよ。あてくしは。興味ないんだってよ。あ！増えてるわ。事件当日、道が塞がっていたんですか？ここへ来る途中、サルマゲドン見たでしょ？サルマゲドン？首の折れた猿よ。あれ、サルマゲドンって言われたっけ？いや、なんか、花天狗くんみたいな名前じゃなかった、これ。あれですか、すごいネーミングだな。花天狗くんじゃなくて残念ですよ。あの首、事件があった日に風で壊れてね。首をどかす作業が始まったのが3時過ぎ。道を通れるようになったのが4時過ぎだったの。いい？胃袋が死んだのは2時半。でも、ここにいた人間は午後4時過ぎまで、このコテージに閉じ込められていたの。
第一スタジオになんか行けたはずがないわ。え、そんなん草の中通ったらいけるやん。これはほんとどこのアクションゲームやねん。アクションゲームあるよな、こんな柵飛び越えたらええやんっていうところ引っかかるやつ。あんなん横の植木ピピピっていったらええやんな。3時過ぎにクレーンを使って首をどけてもらったの。外の会社の人に頼んでね。作業した人たちは覚えてるはず。でも首が壊れたのが2時30分より後だったら第一スタジオに行くことはできたはずです。2時30分、胃袋が死んだ時間ね。いいわ、来なさい。あのサルマゲドン、元気な時は時間をアナウンスするの。4時でござるとか。猿だからな。あの首を調べてみなさい。首が壊れた時間で時計が止まってるわ。なるほどくん、時間2時15分で止まってるよ。2時15分、そう、この道は2時15分から4時過ぎまで塞がっていたの。だから私たちは無実。胃袋さんが第一スタジオで死んだのは2時30分か。じゃあそういうことだから。怪しいよなこれ。ニボサブさん以外胃袋さんを殺せなかった。一度事務所に戻るってよ。とりあえず何の手がかりもなくなっちゃったな。監督たちのアリバイはバッチリで他の手がかりもない。お先真っ暗だな。諦めるのは早いわ。え？まだ手がかりは残ってるでしょ？あれ？千尋さん？え、もしかして、しょっちゅうこうやって憑依してきてくれんの？もっと早く出てきてくださいよ。ごめんなさい。ピンチになって迷いが本気にならないと出てこられないの。迷いちゃんちょっとさっさと修行行ってくれ。頼むから。ということはピンチですか今。ええ、かなり。あの手がかりって何ですか？もちろんあの少年よ。俺全部見てたんだ。まあこの子やんな。しかもさ、これおばちゃんがさ、追いかけ回したからもしかしたらもう来ないかもしれないな、しばらく。また来るやろうけど、しばらく来んかもな。あの子、協力してくれそうもありませんよ。なんとか方法を見つけるしかないわね。とにかく、もう一度撮影所に行きましょう。もうあの子が最後の手がかりなんだから。あの子がね、迷いさんバージョンで言ってくれんの？ちょ、千尋さんバージョンで言ってくれんの？目立つなぁ。そのおっぱいが目立つのよね。隠してほしいのよね、私としては。ちょっと、どうしたんですか？こしゃくな。どうやら今まであの子を追い回していたらしいな。今度会ったら、必ず、どうやら捕まえられなかったらしい。こっちは、人質を取ったからね。人質ってなんだ？何人質って？カメラでも奪ったんかな？あの、人質って何です？あの子、逃げてる時に、落として行きやがったんだから。何？きっとこいつを取り戻しに来るはずよ。聞き取りにくい。なるほどくん、その人質、キュータくんから話を聞くのに役に立つかもしれないわ。ダメだよ、おばちゃんあの子を捕まえてやるんだから。なるほどくん、何か取引できる材料はない？取引ね、おばちゃん甘いもの好きっぽいから、なんかお菓子とか持ってればいいんやけど。
あの子どうなりました？今度見かけたらひねりつぶす。まあワイルドなマダムね。さっき監督たちに会ったんですけど、心臓が痛い。あもう大変やん。死ぬ前に一度胃袋ちゃんにお参りを。そういえば殺人現場にお参りしたいとか言ってたな。殺人現場ね。殺人現場に、あ、待って、おばちゃん、待って、今いろんなことが混ざって違うこと考えそうになったけど、とりあえず今はおばちゃんからキュータくんの持ち物、キュータくんの人質を奪い返すことが先決やな。で、確かおばちゃんの材料になるものある。あれ？あれ、ちゃうねん。ああのね、煮干しさんの楽屋の中に、おまんじゅうあったのよ。ほんで、迷いちゃんが、賞味期限今日までやで、みたいな話してて、あれ持って行ったら、あっさりと、人質返してくれるんじゃないかなって。なるほどくん、今の子？ええ、あれが、大滝九太です。楽屋に逃げ込んだみたいね。あ、ほんならもう、おあつらえ向きやな。ちょうど楽屋に用があったから。確かここに逃げ込んだはずだけど。あ、いた！ここは逃げられへんで。ここに入っちゃったら。まずい、逃げられる。お待ちなさい。よかった、戻ってきたわ。嘘だろ？あれもしかして。千尋さんの色化に迷った。ねえ、私たちに協力してもらえないかな？ね？俺、キュータ。あら、あやさと千尋よ。よろしくね。よろしく。千尋さんバージョンには変な格好とか言わへんの？これさ、身長も伸びてんのかな？僕は、なるほど、龍一だよ。聞いてねえよ。じゃあ、なるほどくん、あとはお願いします。自信ないな。ちょっと待って、まず調べて、これおばちゃんの手土産。あれ？お菓子の箱空っぽ？なんや、こっから持っていこうと思ったのに。ないのか。あ、そう、ここにもね、そういえばなんかおばちゃんが好きそうな雑誌が入ってるって迷いちゃんが言ってた。あ、あかん。今ちょっと千尋さんがいるから漁れないわ。話す。殿様、かっこいいよな。僕も好きだな、殿様。あんたに殿様の何がわかるって言うんだよ。なんだよ、その言い方は。なるほどくん、少年を相手に怒鳴っちゃダメよ。そうだよ、少年相手に怒鳴るなよな。こいつ。なあ、君は事件について何を知ってるんだ？お兄さんに教えてくれよ。何にも知らねえよ。ダメだ、何か餌がいるな。餌？なんやろ？これ？いる？あ、殿様！なんか足を引きずってるみたいだけど、これがどうかしたかい？え、あ、じゃあこれは槍。かっこいいよな、殿様スピア。俺も欲しいな。やかんか。じゃあこれまずおばちゃんが先か？おばちゃんから人質を奪い返してきてから、かな？ちょっと待ってよ。あ、これ、ここにいてくれるかな？ちょっとそこで待ってて。ちょっと待っててもらえるかい？おばちゃんに睡眠薬見せる。あ、鍵？これどう？おばちゃん、鍵落ちててんけど、こ
これ、亡くなったとなったらおばちゃんの責任になっちゃうよね。おばちゃん、これ借りてます。後で返しとくね。あれ、いいんや。なんや、じゃあこれは？あれ？あ、こっち？第一スタジオに入る？カードキー？ええ、カードキーです。あ、おばちゃん、胃袋ちゃんにお参りを。お参りしたいんだよね。あ、そういうことか。いや、私さ、おばちゃん警備員やからマスターキーぐらい持ってると思って、別にスタジオにだって、なんちゃなく入れるもんやと思ってたから、って思っててんけど、さすがにスタジオに入るには、スタッフ用のカードキー必要なんや、ここ。おばちゃんカード持ってないんですか？あの辺は担当じゃないから、はあ、あ、カード貸しとくれよ。どう、もういいよ、あのスタジオ何もないもんね、もう台本も持ってきたし。なるほどくん、貸してあげたら？そうですね、はい、じゃあこれ。カードキーはおばちゃんに貸した。あんた、おばちゃん、人に借りは作らないたちでね。これ、持っておいき。何ですかこれ、殿様のカードですか？あの子が落としていったんだよ。あいつにとっちゃ大事なものなんじゃないかね。ありがとうございます。もらっておきます。さっき言ってた人質ってこれのことか。これさあ、殺人現場の、じゃないよな。ああ、トレーニングカードな。殺人現場を写真に収めたんちゃうやろなって今ドキッとしたけど。じゃ、おばちゃん行くから。おばちゃんスタジオの方によろよろと歩いて行ったぞ。いやー、そういうことかー。いや、なんかおばちゃんにさ、その、突きつけるカードって言ったら、じゃあ突きつけるアイテムって言ったら、まあ、ここの詰め所にあったあの鍵ぐらいかなって思ってたけど、カードキーの方でしたな。それではね、おばちゃんから人質を奪還しましたので、キュータ君に返しましょうか。これね。どうぞ。キュータ君、これ。あ、俺のトレカ！トレカ？トレーディングカードのことだよ。大人なくせに何も知らねえのな。これあげるからさ、話聞かせてよ。それ、もともと俺のじゃねえか。資本主義社会の基本は等価交換だぜ。大人のくせに何も知らねえのな。取り返してきてあげたんでしょ？小難しいこと言いやがって。大地さ、いらねえよそんなカード。え？え？あ、同じこと言ってる。そのカードさ、ダブって持ってるんだ。あんたにくれてやるよ。あ？そうなん？話が違うぞ。俺と取引したけりゃ、もっとレアなやつ持ってきな。レア？焼き加減のことか。え、なるほどくん、どこまでなん？それはさすがに世間知らずと言われるで。大人のくせに何にも知らねえのな。レアカード、珍しいカードのことだよ。レアカードね。レアカード？レアカード？え、待ってよ。この被り分が逆に欲しいっていう人が、いるんやろな、多分。その人と交換するってことになるんじゃないかなとは思うけど、どうだろうか。あ、よし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 。まあ、ここやろな。あら、こんにちは。あ、どうも。こんなところで何を？あ、ええ、ちょっと資料の整理を。はい？そちらの彼女、なんか雰囲気変わりましたね。まるで別人みたい。気のせい、いや、まるで別人やで、これ。どうだ、これ、なるほどくんからはさ、まるで別人やけど、これ他人から見たら、迷いちゃんのその、動きとかだけがちょっと変わってに見える程度なんかな。そうですよ。違うと思うけど。
ねえ。あれからあの子は見かけた？ いえ、さっきまで大変だったんですよ。警備員のおばちゃん、あの子を追いかけ回してたんですけど、結局逃がしちゃってすごく怒ってました。うん、僕たちも見たよ。さっき詰め所で羊羹を握りつぶしてました。おばちゃんもそこまでムキになるなよ。壁のポスター、みんな胃袋さんの？そうですよ。ほんと、こんなことになって残念です。でも最近は人気が落ちていたとか。そうですね。あのことがあってからですね。あのこと？弁護士さん知らないんですか？胃袋さんのこと。ん？知らないけど。ごめんなさい。私余計なこと言っちゃったみたい。何？てかちょっと、なるほどくんも、調べなさすぎなところはあるけどな。気になるな。何あのことって。すみません。私の口からは。この人からは聞けないの？トレーディングカードいる？これ、レアカードと交換しない？あ、殿様のトレーディングカード。実は私も集めてるんですよ。あと1枚でコンプリートするんですよね。コンプリート？カードを全種類揃えることです。へぇー。なんか星なる？これ、これ、このカード。ずっと探していた最後の1枚。あの、はしたない女だと思われるかもしれません。でも、お願いします。できましたら私とそのトレードを。トレード？交換です。あの私、レアカードが余っているんです。ああ、さすが大人やな。大人のコレクターはそういうことあるよな。レアカード？珍しいカードのことです。何とぞお願いします。何とぞ。なるほどくん、乙女に恥をかかせてはダメよ。あ、交換でしょ。いいですよ。本当ですか？嬉しい。じゃあこれ、はい。コレクターにとって特別な価値がある。いいことをすると清々しい気持ちになりますね。本当にそうですね。よし、じゃあこれを持っていこう、キュータの元に。こんなに簡単に手に入るとはな。あ、間違えた。これな、移動がさ、移動が結構罠で。危ない。細かいのよ。移動指示が。ここで。ほらよ。なあ、このカード。ああ、そのカード。俺の持ってない最後のレアカードだ。なあ、おい、くれよ。なんだ、この食いつきの良さは。よし、お兄さんと取引しないか？いいぜ。殿様スピアに悪大カーンをつけるよ。いや、カードはいいんだ。質問に答えてくれよ。なんだそんなことか。いいよ、何でも聞いてよ。レアカードをキュータくんにあ、先あげるんや。先払い？さあ、なるほどくん、お話を聞きましょう。こちらに有利なことがあったら明日の法廷に来てもらうんです。じゃあ法廷に来てもらうの結構大変やと思うねんけど、そこまでしてもらえるんですかね。殿様好きなんだ。だってかっこいいもん。そうかな。兄ちゃん、外見じゃないんだよ。生き様がかっこいいんだよ。小学生が生き様を語るなよ。兄ちゃんも好きだろ、殿様。ああ、大好きだよ。なあ、どこがいい？殿様。戦う姿。適当に答えるしかないな。敵をやっつける瞬間かな。スカッとするし。やっぱそうだよな。殿様絶対に負けないもんな。見てくれよ、このアルバム。なんだよこれ。
殿様の写真ばっかり。俺、殿様のショーには必ず行くんだよ。ああ、デパートの屋上や遊園地でやってるやつか。でさ、殿様が勝った瞬間をこうして写真に撮るのさ。一つ残らず、全部完璧に撮ってるんだぜ。見てくれよこれ、新しいデジカメだよ。あら、かっこいいわね。最新のモデルじゃ、あんた、お母さんが買ってくれんのこれ。だろだろ、買ってもらったばっかりなんだぜ。デジカメなんて高いよ。めっちゃあれやな、趣味のその推し活に寛容な親御さんなんやな。このアルバムのタイトルは殿様栄光の足跡さ。殿様はどんな時でも絶対に勝つんだよ。お姉ちゃん、よかったらこれあげるよ。え？いいの？うん、これデジタルカメラで撮ったからさ、データ残ってるし、また作れるから。太っ腹ー。でも布教活動の一環やろな、これはな。じゃ、もらっちゃおうかな。千尋さん、働かなくても生きていけそうだよな。事件について、君は事件があった日もここに来ていたよね。うん。その時何か見なかったかい？キューダくん、これは正義のための質問なの。殿様はいつでも正義の味方でしょ？あなたもそうでなければダメよ。俺見たんだ。全部見てたんだよ。まだ聞き出せることありそうやねんけど、なかなか。キューダくん、聞かせてくれ。事件があった日、君は何を見たのか。あの日、ここに着いたのは2時ぐらいだった。おばちゃんに見られないように、道の外の林の中を歩いていたら、すっかり迷っちゃったんだ。30分ぐらいかな。で、やっとスタジオの前に出たんだよ。そうしたら、どうしたの、キュータくん。殿様が悪い奴をやっつけたんだよ。殿様スピアでさ、いつものように一撃だよ。すごい迫力だった。俺怖くなっちゃって、あの日はそれで帰ったんだ。そうなんだ、それは大変だったね。あんた、言葉に心がこもってないな。千尋さん。はい。これってつまり、殿様が殺人犯ということですよね。そうね。そして、監督たちはアリバイがあるから殿様んじゃない。その通りよ。すると犯人は、煮干しさんしかいないことになる。予想外のことだけど、この子を法廷で証言させたら、依頼人は確実に有罪ね。法廷に呼ぶのやめましょう。そうね、そっとしておきましょう。そうはいかないっす。今の話、聞かせてもらったっす。この少年は重要な証人っす。我々が手厚く保護するっす。さあ少年、刑事さんと警察署までランデブっす。やだよ。誘拐。困ったわね。手がかりはこれでゼロになっちゃったわ。最悪な形で。どうするんですか、千尋さん。私そろそろ帰らないと。大丈夫、なんとかなりますから。いやいやいや、明日法廷に来てくださいよ。自信ないから。なるほどくん、一つ聞かせて。あなたは煮干しさんの無実を信じているの？いや、してないやろな。だって、中に煮干しさんが入ってた証拠もないんやもん。当たり前じゃないですか。でも今のところなんか容疑者になりそうな人が私ピンと来てなくて。その一言が聞きたかったの。いいわ、明日法廷でね。はい、よろしくお願いします。よろしくね。
なるほどおさん。はい。さっきからなんでそんな険しい顔を？あ、いえ、ははは、は、なんでもないですよ。ね、千尋さん。あ、もういる。うわー、怖い顔。なるほどくん、あなたの依頼人は今ほとんど死にかけているわ。そういう意味で彼にはとても親近感を覚えるわね。悪い冗談はやめてくださいよ。今回はこちらに武器が全くないわ。でも煮干しさんが本当に無実ならば、私たちはどこかで見落としをしているはず。いやさ、これ見れないの？これ詳しく見れないのか。なんかさ、悪いやつをやっつける瞬間を全部撮ってるって言ってるから、もしかしたらこれ犯行の瞬間撮ってるんじゃないかなって思うねんけど、そこに中身が煮干しさんではない決定的なものが見つけられる気がすんねんけど、全然見てくれないね。この法廷でそれを見つけ出せなければ、私たちは負けるわ。今日中に必ず。厳しい戦いになるな。何日裁判するんやろ、このゲームでは。いや、なんかでも、なんとなくその、道筋として思うことは、まあ、煮干しさんが、楽屋の中とかに置いてたその、着ぐるみを取られても、目を覚まさなかったあたりを見ると、睡眠薬を飲まされたか、はたまた自身で飲んでるか。なんか自身がその、小心者かなんかでこう、こういうもの飲まないとちょっと寝れなくて、一回寝ときたいなっていう時に飲んで、で、それを知ってた犯人が楽屋に忍び込んで、着ぐるみを盗んだ。これなぁ、これなんなんやろなぁ。でも全然犯人はピンときてないなぁ。そもそもあの、殿様の衣装に、この女性は耐えうるのかっていうその重さ的なものもわからんし。これより、煮干し三郎の法廷を改定します。検察側、準備完了しております。弁護側も準備完了しています。では、三剣検事、冒頭弁論をお願いします。昨日の法廷で意外な事実が明らかになった。事件当日、A と撮影所には他にも関係者がいたという。今日は彼らが事件には関係なかったことを証明したい。わかりました。では早速証人を呼んでいただきましょう。あのプロデューサーが出てくるのかな。最初の証人、宇佐井拓也を入廷させていただきたい。監督が来たか、まあ、プロデューサーは出てこんやろな、あの感じ。証人、名前と職業は？なんだよ、失敬だな。僕を知らないのかよ。監督だぞ。殿様は僕が作ってるんだぞ。宇佐井拓也、監督してます。テレビの。証人は事件当日、A と撮影所にいたんですね。はい。ふむ。では、その日のことを証言してもらいましょうか。なるほどくん。まずはこの証人の証言を崩しましょう。煮干しさんが犯人でないとしたら、怪しいのはあの日コテージにいた人たちですから。はい。そうやなぁ。消去法で行くとあの二人のどっちかってことになるよなぁ。いやでもスタッフの女の子も怪しいしな、それ言い出したら。あの日は朝の9時頃、エイトスタジオに入ったけど、午前中は、アクションの打ち合わせかな。なんか思ったより時間がかかったんだよな。お昼、みんなはスタッフエリアでご飯食べたみたいなんだけど、コテージで会議があったから僕食べられなくて。会議は結局4時までやってたのかな。会議中は、誰も席をその立たなかったな。コテージの外に置いてあった空の皿は何なんやろ、じゃあ。まあ、その骨付き
スタッフエリアには骨付き肉のその骨が乗った皿があったけど、コテージ前にはその骨が乗ってなかったのよね。食べたものが違うのか何なのか。被害者の胃袋さんが殺害されたのが2時30分頃。その頃は会議中だったわけですか。では弁護人尋問を。まあ、とりあえず揺さぶるか。いつもその時間に？いや、時間はバラバラかな。それが業界人だよ。業界人ってそういう意味だったのか。でもあの日は一日忙しかったな。それを聞かせていただきたい。これな。スタッフエリアで。そうだよ。殿様と悪代官の決闘シーン。その打ち合わせ、他には誰がいましたか？そういえば、警備員のおばちゃんがじーっと見てたな。胃袋ちゃんに茶色い声援を送っていたよ。茶色い声援ね。他には誰も？うん、それだけ。三星さんの怪我、知ってんのよね、この人。まあ、監督はでも、どうなんやろう。やっぱり監督の耳には、そういうのいちいち入るんかなと思ったけど、ずっと会議してたって話なんやったら、誰かがこそっと耳打ちすることもできずで、なんでこの人が怪我のこと知ってんのかなーみたいなところはあるけどね。知ってたもんね、この人、二星さんの足の怪我。まあ、でも今回の件で知ったんかもしれんけどな。それはどうしてですか？知ってると思うけど、ニボサブちゃんが足をこれね、ひねっちゃって。そんな話があったな。おかげでお昼食べ損ねちゃった。お昼ですか。ご飯ですか？メニューは何を？骨付きステーキだよ。スタッフに焼かせてさ。そういえば、スタッフエリアに骨の乗った皿があったっけ？みんなは食べたということは、証人は食べなかったというわけだ。コテージで会議があったから僕食べられなくて。じゃあ結局、骨付きステーキは食べずじまいですか？そうなんだよ、ステーキはね。ステーキは？ステーキはって何？はい？今の話どう？おかしいと思わない？はっきりして、これやんな、ステーキはって何？実はちょっと気になることがあるんですよ。監督、そうやな、今ステーキは食べなかったと言いましたが、それ以外のものは食べたわけですか？お、よくわかったね。ポケットにチョコがあったからさ、それで上をしのいだんだ。なるほど。大したことじゃなかったな。もっと何かあると思うんだけど。何の話をしていたんですか？殿様のこれからのストーリーとか予算のこと。スポンサーの連中この僕に向かってさ、君の書くシナリオは子供向けじゃないね、だって。なんかわかる気がする。誰か途中で席を外したりしなかったんですか？誰も席を立たなかった。一度も休憩を取らなかったんですか？操作取らなかったぞ。汗がちょっと気になるけど、決め手がないからな。何か掴んでから後でもう一度揺さぶってみるか。なるほどくん、このアリバイが成立しちゃったら二星さんはおしまいよ。なんとか揺さぶって情報を引き出すの。なんか突きつけられるものもないもんね。もうちょっと揺さぶってみるか。2回目聞くと何か変わるかもしれんもんね。一緒か。
ここかな。ここで、これ多分骨付き肉の話やもんな。矛盾とまで言う？そうですね、確かに変です。監督、なんだよ。僕がコテージに、ああ、そっちか。あ、矛盾しているで出てくるんや、それ。皿があったよって話。あ、これはわからんわ。スタッフエリアと同じ皿が2人前ありまして、私もでもそれは気になってたのに、矛盾しているで指摘できるとは。あれは誰が食べたんですか？うが。いや、よくわかったね。その、恥ずかしいから言わなかったんだけど、食べたんだよね、結局。骨付きステーキを、ですか？まあね、せっかくスタッフに焼かせたんだし、後で食べようと思って持って行ったから、コテージに。食い地が張ってるな。で、いつ食べたんですか？食べる時にだからコテージから出てもうてるやんな。会議中に一回だけ休憩があったんかい。あったんかいな。でも待てよ。休憩を取ったとなると、証言におかしいところが出てくるぞ。もう、貴様。ここやったっけ？ここやな。取らなかったぞ、つって。あれ？あ、そうやな。びっくりした。なんか引っかかるような。もっと強く揺さぶる。ちょっと待ってください。監督、さっきあなたこう言いましたよね。休憩中にステーキを食べたと。あ、アホなん？どうなんですか？証人、どうなんですか？まあ、取ったかな、休憩。なるほど、くん、よくやったわ。休憩を取ったなら、その間にスタジオに行けたかもしれない。裁判長、休憩時間について証言をお願いします。わかりました。では証人、証言をお願いします。いや、こいつもさ、昼飯食ったって言ったその下の根も乾かんうちに休憩取ってないってよく言ったよな。笑ってるよ。確かに休憩は取ったけどさ、たった15分だよ、15分。第一スタジオで殺人なんてできるわけないだろ？骨付きステーキを食べるだけで終わっちゃうって。15分。私ならステーキも食べ終わらないでしょうな。裁判官はね、あんまりステーキ食べんといて。喉詰まらして死なれたら困るから。その休憩は何時に取ったんですか？そこ重要やで。確か花天狗くんみたいなやつが、2時15分に首が取れたってなってるはずやから、それ以前の休憩やったら、ダウトかな。30分！30分か。事件が起こった時間か。でも30分から15分やもんな。第一スタジオで胃袋さんを殺害して戻ってくる。時間的にはなんとか可能。ギリギリやけどな。確実に殺せないとあかんよな。15分で仕事せないかんや。その15分間は何をしていたんですか？骨付きステーキを食べていたに決まってるだろ。確かコテージのテーブルには皿は2枚ありましたけど。ああ、もう1枚は姫神さんが食べたんだ。姫神、あのプロデューサーか。骨が残ってなかったのよね。骨付きステーキを15分で食べるとはなかなか早い。第一スタジオで殺人なんてできるわけないだろ。どうしてですか？もう意味のない尋問はたくさんだ。裁判長、
これまでの証言で明らかな通り、コテージにいた人間は今回の事件には関係ない。なぜなら、第一スタジオに行くのは無理だったからだ。何？それとも弁護人は、コテージにいた人間が殺人現場に行ったというつもりか？コテージの人間が第一スタジオに行ったと主張しますか？いやでも主張するしかないよな。ここでコテージの人間が無関係と認めてしまっては、さね、煮干しさんじゃないっていうところに重点を置くなら、やっぱりまた初日みたいにはぐらかしていくしかないよな。他にも容疑者はいるから、もうちょっと裁判いるよ、で持っていくしかない。犯人は煮干しさんしかいなくなってしまう。被害者が殺害された2時30分、コテージでは休憩時間でした。15分も時間があれば犯行を済ませることは可能です。そういう考え方もできますね。よしよし、裁判長が考え込んでるぞ。毎度毎度笑わせてくれるな君は。なんだと？君もそれなりに調査はしているんだろ？法廷記録をよく見てみたまえ。あれやろ、花天国くんやろ？2時15分から4時まで、あの道は通れなかったのだよ。でもさ、キュータくんがさ、道と外れた林の中を歩いて、殿様見に行ったって言ってんねんから、やっぱ通れるんでしょ、あの道以外のところ。サルマゲくんの首が道を塞いでいたのだから、あ、サルマゲくんね。また私、花天狗くんって言って。なんでやろ、なんでこれ花天狗くんって言っちゃうんやろ。あ、そういえば。確かに被害者が死んだ時間、コテージは休憩に入っていた。しかし、スタジオへ通じる道は塞がっていたのだ。サルマゲくんの首によって。本当は、サルマゲドン。あ、そうやって、サルマゲくんじゃなかったよ。もう私も、全く違う名前で覚えてたから。サルマゲドンか。サルマゲくん。返す言葉も見つからないようですね。あなたの負けですな、弁護人。以上をもって、この証人に対する質問は終了する。終わっちまったよ。では、私の意見を申し上げましょう。事件当日、第二スタジオのコテージに数名の人間がいた。しかし彼らは第一スタジオに行けなかったわけだから、この事件に関係ないことは明らかです。また、この殿様の写真ですが、体格から考えて被告人以外の人間は着ることができない。あとはこの殿様が犯人であるという、その決定的な証拠があれば、それで決まるので、わあ、キュータ来るこれ。当然、検察側は用意している。決定的な証人を。三剣健児、決定的な証人とはどういう？彼は、殿様が被害者を殺害した瞬間を目撃している。でもさ、これって今んところさ、状況証拠でしかない気がすんねんけど、どうなん？これで犯人って決められるの？実際。わかりました。10分間の休憩を挟んで、その証人に話を聞きましょう。そもそもさ、その殿様の着ぐるみが見つかってないから、なんかその中に入ってたのが煮干しさんだけなのかっていうそのね、指紋なりなんなり調べるとかそういうこともできないわけやん。この状態で状況揃ってるからってなっちゃうのひどいと思うねんけどな。千尋さんどうしましょう。コテージの人間は事件には無関係ってことに。ごめんね、なるほどくん。どうやら私の見込み違いだったみたいね。そんな、千尋さんが諦めちゃったら僕はもう。勘違いしないで、
私は今まで諦めたことなんて一度もないわ。今の尋問で明らかになったのはただ一つよ。コテージにいた人間は第一スタジオには行けなかった。私そこに何か秘密があると思っていたんだけど、そうじゃなかった。それだけのことよ。僕どうなっちゃうんでしょう。なんだかもう法廷中の人たちがお前がやったんだってそう言ってるような気がして。大丈夫です。あなたが無実ならば私たちは必ずそれを証明します。私たちに任せて堂々としていてください。殿様なんですから。あなたは恐縮です。さあなるほどくん、頑張らないとね。殿様が大好きな子供たちのためにも。では審理を再開しましょう。検察側としてはまだ幼く痛い気な小学生を殺人事件の証人として呼んだ上、そこの弁護人に意地の悪い質問をさせたくはない。しかしこうなっては致し方ない。証人として大滝九太少年を入廷させていただこう。ちっちゃ。裁判長、とりあえず証人に何か台を。そうですね、係官、みかん箱を。今時みかん箱。では証人、名前と学年を。証人。なんだよ、大人だからって威張るなよな。ダメよ、キュータ君。ちゃんと質問には答えるの。あ、お姉ちゃん。僕、大滝キュータ、小学校2年生です。2年生なんや。先が思いやられるな。2年生で、こんなに行動力あるんや。三剣賢治、相手は子供なんですから、もっとこう優しくするように。証人、いや、キュータ君。なんか痛々しいな。君はその事件のあった日、A と撮影所に行ったね。行っちゃ悪いかよ。その時見たことを、その我々に聞かせてほしいな。え？おじさんとそこの偉そうなヒゲのおじいさんに？お兄さんだ、ヒゲのおじさんです。やれやれ。ところで、法廷内はカメラの持ち込みは禁止されているはずですが、カメラがダメなら証言しないと言われてしまったもので、特別に許可していただきたい。子供と取引してしかも負けるなよ。まあでも子供なんてな、よう分かってないから、もうじゃあ証言しないって言われたら終わりやもんな。このカメラ、こないだ買ってもらったばっかりなんだぜ。まだちょっと使い方よく分かんないんだけどさ。最近はどこかへ行くときは絶対持っていくんだぜ。なるほどくん、あのカメラ微妙に気になるわ。ちょっと法廷記録にファイルを作った方がいいわね。ではキュータくん、事件のあった日見たことを証言してもらいましょう。俺一度殿様のリハーサルが見たくてさ、インターネットで地図を見てあの日撮影所に行ったんだ。警備員のおばちゃんに見つからないように道の外の林を通って、俺とにかくスタジオに行こうとしたんだ。途中30分ぐらい道に迷っちゃったんだけど、スタジオのところに出たら殿様がいたんだ。俺嬉しくて見てたら悪人が出てきてさ、殿様はもちろんその悪人を倒したよ。もしカメラを持っていればシャッターえ、持ってなかったの？カメラを持っていればシャッターチャンスだったよ。ここやな、多分突きつけるの。いつも持ち歩いてるって言ってるよなって。結局スタジオには入れなくてその日は帰ったんだ。
ああ、もう、あそこやな、ポイントは。まあ、揺さぶりながら進めていってやな。そんなに殿様が好きなんだ。当たり前だろ。俺、テレビは全部ビデオに録画してるし、デパートのショーも絶対行くんだ。大したもんだね。遊園地とかにも行くの？当たり前だろ。俺のお父さん付き合いがいいんだから。お父さんか、大変な職業だよな。スタジオに行ったのはあの日が初めてだったの？実は何回か行ったことがあるんだけどさ、まだリハーサルの日に当たったことがないんだよ。警備員のおばさんはうるさいしさ。ほほう、では続きを。人の話の腰折るなよな。ね、道の外の林？うん、あの撮影所、山を切り開いて作っただろ。だからちょっと道を、え、そうなん？いや、私もな、道の、さ、林ってな、この、あそこの排水溝から入ってきて、この林の中を歩いてスタジオまで行ったんかなって勝手に解釈しててんけど、さすがにさ、撮影所の周りって、不審者が入らないように、塀してあると思ってて。思うやろ、普通。だってそしたらさ、正門とか意味ないやん。外から人バンバン入ってこれちゃうでしょ？やけど、そうなんや。ちょっと道を外れると林になってるんや。んじゃ、壁全部で覆われてるわけじゃないのね。別に排水溝の中から出てこなくったって、侵入できちゃうわけか。それでさ、スタジオに行こうとしたんだ。スタジオに行く途中、何か変わったことはなかった？変わったこと？例えば、こんな猿は見た？ああ、サルマゲドンね。そいつは見たけど、首は折れてなかったよ。スタジオにはすぐ行けたのかな？林の中で迷ったの？そうだよ。もうどこに向かって歩いてるのかわかんなくて。スタジオの青い扉が見えた時は、ほんと嬉しかったよ。それでさ、これなぁ、殿様が？うん、スタジオの門のところにいたんだ。ちょっと門のところで何か考えていたみたいだけど、そのうち門を開けて中に入っていったんだよ。ふーん、それから？見てたら悪人が出てきてさ、これ、ついで入ったんかな、中に。悪人ってどんなやつだった？人間だったよ。背が高くて痩せたやつ。男、女？わかんない。遠かったし。スタジオの中を外から見てたんかな？なんか全然その情景が思い浮かばないな。スタジオの中、あれだってどう見ても屋内やったと思うねんな。で、スタジオっていうからにはさ、天候に左右される場所じゃないはずやから、あのカードキーで入った先にある建物の中でやっと思うねんけど、中まで入ったんかな、この子。殿様はもちろんその悪人を倒した。その悪人はどうなった？うん、動かなくなっちゃった。死んだみたいにピクリとも。さすがプロのアクションスターだよね。そうだね。ここ突きつけてみよっか。ここで、君さーって。キュータくん、今の話、ちょっとおかしいな。君、さっきはいつでもデジカメは持ち歩くって、はっきりそう言ってたじゃない。え？かわいい。私ね、結構キュータくんみたいな小学生男子好きやねんな。てか、結構このタイプをうまいことやれるタイプやってのもあるけど、
私ね、この子全然嫌いじゃないわ。可愛い。ダメだよ、嘘ついちゃ。弁護人、ちょっといいですかな？しまった。きつく言いすぎたか？何ですか？デジカメって。デジタルカメラのことです。最近流行っているカメラの一種です。説明のしようがない。なるほど。とにかく、キュータ君。君が撮影所に行くとしたら、カメラを忘れるはずがない。持っていたんだろ？え？どうしたんやろ？何かが理由で撮れなかったの？弁護人、少年を脅すとは見下げ果てた男だな。少年だろうが検事だろうが嘘は良くない。なんでそこに検事が出てくるんだ？お前忘れたんか？コナカルチャーの件忘れたとは言わさへんね。どうなのかな、キュータ君。なんだよ。確かにカメラは持ってたよ。それが何だってんだよ。じゃあそのカメラは使わなかったのかな？使うわけないよ。俺夢中で見てたから。ではその見ていたことを証言してもらいましょうか。夢中で見てた。確かにカメラは持ってたけど、もう一瞬も目が離せなかったんだ。殿様に悪人が襲いかかってさ。え？襲いかかった？悪人の方が？悪人は動かなくなったんだ。強いよな、やっぱり殿様は。あら、あらー、先に手出したんは悪人側ってこと？じゃあなんで使わなかったのかな？これからそれを言おうとしている。落ち着いて聞きたまえ。殿様のアクションってすごくかっこいいからさ。じゃあ殿様が戦っているのをずっと見ていたんだ。そりゃそうさ。目を離さなかったんだね。うん。じゃあ聞かせてくれるかな、殿様の戦いのこと。いいぜ。ここやな。悪人の方から襲いかかったんだね。そうだよ。どんなやつだった、その悪人って。さっき言わなかったっけ、人間だよ人間。どんな格好してた？あれ、人間？着ぐるみ着てる状態で見つかったんじゃなかったっけ？よく覚えてない。俺殿様しか見てなかったから。悪人は動かなくなったんだ。ちょっと待って、その、あー、それは書かれてる資料ないのか。着ぐるみ着てる状態で殺されてたから、殺害現場に血が一滴もなかったみたいな話やったから、頭部分だけ脱いでたんかな。だから人間って認知したんかな。え、何がどうしてなんだよ。悪人はどうして動かなくなったのかな。そりゃ殿様がやっつけたからだよ。だからどうやってやっつけたのかな。どうやってって、殿様のキックに、え、スピアは？どうもこの辺りがすっきりしないんだよな。なんだよその目は。いや、スピア使ってないの？キュータ君。なんだよ。君は最初にこう言ったね。殿様から一瞬も目を離せなかったって。それが何だってんだよ。なのになぜ一番肝心な部分を見ていないんだい？少年はきちんと証言を。きちんと証言していないことはあなたにも分かっているでしょう。殺人犯は普通、殿様ビンタはしない。
つまり、キュータ君は殿様の戦いの一番重要なところ、敵にとどめを刺すところを見ていないのです。静粛に静粛に、弁護人。しかしそれは大変おかしなことです。その理由をあなたは説明できますか？それはちょっと。なるほど君、あなたは今とてもいい線いってるわ。なぜキュータ君は戦いのクライマックスを見ていないのか、その理由もわかるはずよ、あなたなら。これ、これ。殿様が負けたんちゃう？って思うねんけど。殿様が勝ってるところしか見ていたくないから、殿様が勝ってたら写真撮ってたんちゃう？負けたんちゃうかな？だから写真も撮らなかった、みたいな。証拠品の提示？それってでも、それが言いたいとしたら見ることができなかったで通じる証拠品の提示で、殿様の栄光、でもあれ違うよな。キュータ君は見ていることができなかったのです。だってそれは殺人の瞬間だったわけですからね。言いたいことと違うな。殺人を目撃したと思っていないのは明らかだ。彼はあくまで殿様の戦いを見たつもりでいる。ならば戦いがリアルであるほど余計に目をそらすはずがない。証拠品の提示？これ？違うか？違うわ。ちょ待って、私の言いたい、これ？他のもの？わからん、他のものを見ていた。なんやろ、他のものって。殿様がとどめを刺したとき。おそらくキュータ君は他のものを見ていたのです。おそらく他のもの？なるほど、答えてもらおう。あの少年にとって殿様の戦いよりも気を引くものなどない。一体何を見ていたというのか。やっぱこれも違うんか。やっぱ証拠品なんかな。なんやろう。これ？あ、じゃあこれ違うやわ。デジカメ？その証拠はこれです。何ですか？そのカメラがどういう？このカメラは最近買ってもらったばかりです。それは知っています。まだ彼はカメラの扱いに慣れていません。それもわかっています。あ、単純に撮れなかったってこと？キュータ君は殿様がとどめを刺す瞬間、カメラを見ていたんで、あ、そういうこと？撮りたい撮りたいって思って、カメラ触ってるうちにとどめ刺されちゃってたってこと？もちろん写真を撮るためにね。どうやら図星だったみたいだね。なんなんだよお前、俺をいじめて楽しいのかよ。いじめているわけじゃないんだけど。よくやったわ、なるほどくん。キュータくんは嘘をついていた。あ、そっちの嘘か。とどめを刺す
実際にトロ様が人を殺すところまで見たっていうのが嘘っていうところをめくりたかっただけか。目の前でトロ様が戦っていて彼が写真を撮らないなんてありえないものね。そうか、私考えすぎてたな。いいかい、君がトロ様の戦いから目をそらした理由はただ一つ、それを写真に撮ろうと思ってカメラをいじっていたからだ。買ったばかりでまだ操作に慣れていなかったから決定的な瞬間を見逃しちゃったんだろ。そうだよ。さあ、なるほどくん、この子はまだ何かを隠しているわ。もう一度証言させるの。はい。千尋さん怖い。裁判長、キュータ君にもう一度証言をお願いします。わかりました。ではキュータ君、そのカメラと写真を撮らなかったことについてもう少し詳しく話してもらえるかな。うぅ、大人の世界は厳しいんだぞ。お前の言う通りだよ。殿様が悪人の手を振りほどいたから、俺写真を撮ろうと思ってカメラを構えたんだけど、レンズが開かなくってちょっと間に合わなかったんだ。それでおしまいかな。うむ、この証言に何かおかしなところはありますか。わかりません。でも尋問はさせてもらいます。これな、そこまでは見ていたんだ。うん。何か気がついたことはなかった。いつもの殿様とちょっと動きが違ったみたい。動きが違った。なんで写真が撮れなかったの。新しいカメラ、ボタンがいっぱいあってややこしいんだ。シャッターを押そうと思ったんだけど、レンズが開かなくってやな。レンズが開いたら何が見えたの。倒れた人と殿様。それでおしまいか。写真は撮らなかったんだ。僕だったら写真撮ると思うけどな。この少年は本当に写真を撮らなかったのだろうか。ここでやっぱ荒れちゃう。殿様負けたんちゃうか。キュータ君だったらシャッターを押さないはずはない。キュータ君、僕には何もかも分かってるんだよ。君は写真を撮ったはずだ。やっぱそっちの線ちゃう。私一回的外れかなって思っちゃったけど、そこまで考えすぎたんかなって思っちゃったけど、やっぱり殿様が負けたから写真を撮らなかった説。思った通りか。どうして分かるんだよ。お兄さんにはキュータ君の嘘がみんなわかるんだよ。すげえや。お、なんかいい気持ち。俺、確かに撮ったよ、写真。少し遅れて何枚か撮ったけど、データはもう消しちゃったよ。データを消した？そうだよ。なんで？大好きな殿様が勝負に勝った写真なのに。別に。撮っておいてもしょうがないだろ。突きつける。ああ、やっぱこれやね。やっぱそうや。私の目論見通りや。どこまで行ったらいいんやろ。ここかな？ここでいいんかな？キュータくん。なんだよ。さっきからあんたに名前を呼ばれるとろくなことがないや。昨日はこれ、どうもありがとう。え？ああ。君、昨日こんなことを言ってたよね。俺、殿様のショーには必ず行くんだよ。でさ、
殿様が勝った瞬間をこうして写真に撮るのさ。一つ残らず全部写真に撮ってるんだぜ。完璧に。いいかい？もし殿様が戦いに勝ったシーンを君が撮ったのなら、それを消すはずがない。このアルバムに飾らなければならないからね。弁護人、そのアルバム何ですか？これは栄光の足跡といって、キュータ君が殿様の写真を撮って集めたものです。これまでの殿様の勝負のシーンが全て撮影されている。はあ。しかし、事件当日の殿様の写真はこのアルバムにはない。そうやな。殿様が誰かをやっつけたのならば、そのアルバムに写真がなければおかしい。その通りです。まさかまさか。なるほどくん。どうやら私たちはたどり着いたみたいね。とんでもない真相に。千尋さん。じゃあ、やっぱり。そう。あなたが考えていること、それは多分正しいわ。教えてあげなさい。裁判長に真相をね。弁護人どういうことですか？アルバムにはなぜ事件当日の写真がないのですか？なぜ少年は写真のアルバムを消してしまったのですか？こっちやな。その理由は一つしか考えられません。殿様は勝たなかった。だから、キュータ君は写真のデータを消したんです。殿様が負けた？そうなんだろ、キュータ君。殿様、本当は悪人にやられちゃったんじゃないか？何言ってんだ！殿様は負けないんだ、絶対！誰にも負けたりなんかするもんか！裁判長、今のキュータ君の言葉が全てを物語っています。写真を撮らなかったと嘘をついた理由、そしてせっかく撮った写真のデータを消した理由、キュータ君にとって殿様は絶対負けてはならなかった。しかしキュータ君はとんでもないシーンを目撃してしまったのです。そう、殿様が戦いに敗れるシーンを。キュータ君はそれを認めるわけにはいかなかった。だから殿様が勝ったところを見たと嘘をついてしまったのです。どうなんですか、証人キュータ君。あなたは一体何を見たんですか？泣いてるキュータキュン。かわいそうに。キュータ君、あの日君が見たのは殿様が負けるところだった。そうなんだろ？そうだよ、そうなんだよ。殿様が倒れちゃって動かなくなっちゃったんだ。殿様が倒れて動かなくなった。なるほど、一体これは何の騒ぎだ。殿様は殺人者なのだぞ。しかし証言によれば殿様は倒れて動かなくなっている。弁護人どういうことなんですか。僕たちは大きな勘違いをしていたことになります。勘違いだと？それは一体どういうことか。まあでも今の状態今日で確実に言えるのはこれやな。分かってみれば簡単なことです。戦った結果、殿様が倒れて動かなくなった。つまり殿様は殺人者ではなく被害者だったということは、殿様は胃袋たけしだったのです。じゃあ着ぐるみ着替えさせたってこと？さすがにさ、殿様の着ぐるみ着て殺されてたら
ねえ。ではこの写真に写っている殿様も被害者の胃袋たけしが中に入っていたというのですか？そういうことになります。胃袋たけしは午前中アクションシーンの打ち合わせをしていた。だから当然煮干しさんが足を怪我したことを知っています。しかし胃袋さんは第一スタジオに行ったはずでは？みんなそう思っていました。しかし警備員のおばちゃんはこう証言していた。おばちゃん、午後1時に詰め所に入ったわけよ。胃袋ちゃん？あ、見てないよ。おばちゃんが詰め所に戻る前にもうスタジオに行ったみたいだね。胃袋たけしは昼食後スタッフエリアを去った。しかし彼が第一スタジオに行ったのは誰も見ていない。彼は煮干しさんが楽屋で昼寝するのを待った。そして楽屋に忍び込み着ぐるみを盗んだんです。あー、そもそも殺そうとしたんかな。この着ぐるみ着てる状態で、それこそそのカメラに映るわけやん。殿様の着ぐるみで歩いてるところが、この状態で第一スタジオに呼び出した何者かを殺そうとしたか呼び出されたか。あ、いや、でもそれやったらあれやな、胃袋さんが着ぐるみわざわざ着る意味がわからへんから、やっぱこの呼び出されて、お互いに恨んでいる状態で呼び出されて殺したろうと思って行って逆にやられたってことかな。それはわかりませんけど。そうか、俺殿様の動きがいつもと違うと思ったんだけど、中に入ってる人違ったのか。おじさん、なんだい？実は俺、一枚だけ消してないデータがあるんだ。データ？写真だよ、デジカメの。なんだって？見せるのだ。そんな怖い顔すんなよな。早くする。第二スタジオに入ってる。これだけ見たのでは、殿様の中に誰が入っていたのかは、ちょっと判断ができませんね。証人、残念ですがこれは証拠にはなりそうもありません。お返ししておきましょう。待って、なるほどくん。第二スタジオに入ってるやん。写真をもう一度よく見て。その写真は、この事件のすべてを物語る最強の証拠品よ。え？その写真もう一度見せてください。裁判長に教えてあげなさい。この写真がはらんでいる決定的な矛盾点を。矛盾している点ね、これやんな。ここじゃないでしょうか。いつにも増して自信がなさそうな口ぶりですね。え？え、違うの？え、この2位じゃないの？だって殺人があったのは第一スタジオなのに、こっちの槍の方かな？槍が壊れてませんよって方？あれ、これも違うんや。これ？この2、この2じゃあかんってこと？これ？裁判長、ここを見てください。門中ですか？いや、それ、ちょ、待って、もうずるいって！ずるなーい！私、扉の2を示したのに。もう、ずるいずるい！裁判長。
ずるいですよ。これは2ですか？はっきりしませんが。はっきりしているのは1ではないということです。どうやら分かったようだね、三剣賢治。そんなバカな。何ですか？私にも分かるように説明してください。上面図で説明しましょう。死体はここ、第一スタジオで発見されました。しかし、事件の時撮影された写真の門柱には、位置とは書かれていない。裁判長、事件は本当はここで起こったのです。第二スタジオか。死体を運んだってことになるけど。ここです。第二スタジオ。なるほど。門中に2とありますからな。この第二スタジオには重要なポイントがあります。重要なポイント。コテージがある。ちょっと待って、全然私が事件の全容分かれてないわ。まあでも犯人が2人いるとすれば、でもそうやねんな、第二コテージにいた人たちがやるってなると、その社外の人もいたって話やろ。やったらその人らも口裏合わせないかんわけやし、そこ共犯ってするとあーってなるしな。撮影には使っていない。道が塞がっていたかな。コテージに通じる道は塞がっていました。それは聞いています。道が塞がったのは2時15分です。つまり、被害者はそれ以前に第二スタジオに行ったんです。そうなりますね。宇佐井監督の証言を思い出していただきたい。彼はこう言った。第一スタジオへは行けなかったから、コテージの人間は犯人ではないと。しかし、事実は逆だったのです。犯人はコテージにいた人間しかありえない。なぜなら犯行は第二スタジオで行われたわけですから。第二スタジオにはコテージがあります。コテージでは事件当日会議が行われていた。そして被害者が死んだ時間に休憩時間に入った。宇佐井監督とプロデューサーの姫神はステーキを食べました。そこはまさに殺人現場だったのです。じゃあ、外部の人とか、あれは嘘ってこと？そんなめくれる嘘ある？ちょっと調べれば、わかるくない？どこの会社の誰と打ち合わせしてたって。なんか、お偉いさんとって言ってたやん。静粛に。弁護側は次のように主張します。殺人現場は第二スタジオだった。そしておばちゃんが見たのは被害者の胃袋武だった。胃袋さんは何らかの理由で殿様の着ぐるみを盗み第二スタジオに行ったのです。馬鹿げている。胃袋武は被害者なのだぞ。殿様の着ぐるみを盗んだのは何のためだ。わざわざ殺害されるためにそんなことをしたというのか。それはふむ。それとも何か証拠でもあるのか。被害者の胃袋氏が着ぐるみを盗んだ証拠だ。それはないよな。まあでも第二スタジオで全てが行われた後に第一スタジオに遺体を運んでどうのこうのっていう話で通るなら、まあ殿様の衣装ってっていうのは第二スタジオには焼却炉があったのよね。その焼却炉で燃やしちゃったんじゃないのかなっ
ていうのは想像できる。燃やしちゃって胃袋さんを悪大官の着ぐるみの中に入れて、でもすごい労力やけどな。ちなみに証拠はない。悔しいけどそんな証拠は持ってないな。なるほどくん、確かに 100% 確実とは言えないけど、十分根拠になる証拠品をあなたは持っているわ。一か八か叩きつけてみましょう。やっぱりお見せします。なんやろ、どれやろ、これ。証拠品はこれです。薬の瓶ですか。これは煮干しさんたちが昼食を食べたスタッフエリアのテーブルから見つけました。ラベルには睡眠薬と書いてあります。睡眠薬。あの日被告人の煮干しさんは午後はずっと昼寝をしていました。眠らされていたんですよ、胃袋さんによって。待ってください。確かにその瓶は怪しいですが、胃袋さんがそれを使ったか、その証拠はありません。裁判長、提案があります。瓶の指紋かな。提案ですか、何でしょう。もちろんこの瓶の指紋を調べるんですよ。胃袋さんの指紋が見つかるはずです。なるほど、わかりました。瓶を預かりましょう。一日伸びたね、審理が。九太少年の証言によって事件は全く違った可能性を見せ始めました。警備員が見た殿様は被害者の胃袋たけしだった。殺人現場は第一スタジオではなく第二スタジオだった。そしてコテージにいた人間には犯行を行う時間的余裕があった。なるほど君、あなたに与える宿題は次の問題の答えを見つけること。胃袋さんはなぜ着ぐるみを盗まなければならなかったのか、そして誰が彼を殺害したか、その動機は。明日までにその答えを見つけてください。一日てかさ、この裁判自体がさ昼過ぎぐらいまであるんちゃうの。こっからの 5,6 時間で。あなた方は煮干しさんに対する容疑をもう一度初めから洗い直すように。心得た。この審理は最終日の明日まで持ち越すことにします。いやー、ほんと危なかったな。まさに危機一髪といったところだったわね。途中でもう帰っちゃおうかなって3回ぐらい思いました。ああ、僕もです。そうだったんですか。お二人とも自信たっぷりに見えましたけど、とんでもない振りですよ、振り。もう煮干しさん五輪中って3回ぐらい思っちゃいます。私もひどい。さすがにそれは冗談ですから。そうなんですか。僕は別に冗談を言ったつもりはないぞ。じゃあ煮干しさん、僕たちはこれから最後の調査に行きますから、明日の法廷では必ず真犯人を突き止めてみせますよ。はい、恐縮です。